久保さん、今回、スカイライン GTR にしましょうか。今年ですね、僕は3、4売りましたけど。なんかね、今ね、中古価格見てたら、またちょっと、全体的に価格がまた上昇してるっぽいですね。去年、今年の初めよりかは。なんか、に、感覚値としては200、100ぐらいは上がってるかな。うん。まあ、とりあえず、まあ、1000万以下は1個もないですね。で、横断が増えましたね。 うん、で、17万キロぐらい走ってるやつも1500万とか、10万キロ走ってるやつも1千0 0万とかですね、うん。で、状態がいいやつはもうほとんど、あの、横断っすね。価格がついてない。うん。そう。まあ、価格がついてるやつで一番高いのが今、あれがついてますね。 5, 万ぐらいついてますね。うん。はい、いやね、もう二十何年前の車なんですけどね。すごいですね。こんなよ多分誰もが予想してなかったと思いますけどね。ここ,こまでに2、3000万台で出るとかね。二十何年前の車ですけどね。<laughs> うーん そうハコスカとかは、なんか奥らしいんですよね。なんかそのロペライオンっていうね、あの高級車使ってるところで、ハコスカみたいな GTR がね、2台あるのかな。で、ちょっと見たんですけど、なんかそれも一応横断ってしてるんだけども、あのー、何千万で買,買えないと。奥ですみたいな。で、ハコスカレベルになってくると、もう40年前ぐらいですかね。<laughs> 奥みたいなね。<laughs> うん。 だからまあ何があるか分かんないですよね。だからまあ情報発信もそうであのー、昔の話が聞きたいとかね昔の話まあテレビ番組とかも昔の歌謡曲なんちゃらとかもいまだにやったりとかね昭和のなんちゃらとか結局今も昔の情報は、うん、価値があるというか逆に懐かしいとか思い出深いとかなんかまあ結局 全部使えるってことですよね <laughs> 例えばなんすかねその YouTube 大学の中田さんですか田中さんかあの歴史とかも喋ったりとかすると思うんですけど過去の歴史じゃないですかそう別にそのなんか過去にこんなことがあったとしてもじゃあそうんか今じゃないじゃないですか うんでも人はその過去どういうことがあったのかっていうのを知りたかったりとかねだからまあい,いろんな側面で考えるとそのね別にその石器時代とかもね石器時代とか弥生時代とか別に何があろうがなかろうがまあ今のあれに関係あるのかっていうと知ってどうするっていうところもあるだろうしでも人間っていうのはね だうどうやって地球ができたっていう地球ができた宇宙がどうやってできたとかもねじゃあそれを知ってまあその学者さんとかだったらまあなんか今のテクノロジーに生かすというかねあの細胞とか、D、DNA とかなんかミトコンドリアがの分かんないですけどなんかそういう研究に生かすのかどうか分かんないですけど一般ピーポーが地球の生まれた秘密を知ってもじゃあ今の人生にどう生かすんだっていうね だけど知りたいっていうね。まあ芸能人のワイドショーで流れるようなことも一緒ですよね。芸能人のアーダコーダーを知ったところでどうすんのっていう。でも知りたいみたいなね。<laughs> うん。まあ面白いですよね。だからそう考えると、なんかまあ何でも本当にネタになるし、あの、何が価値になるかわからんし、うん。まあ僕はまあ情報発信に関しては、やっぱあの、何すかね。 うーん在庫もいらないし、無限に作れるし、うんやればいいのになと思いますね。<laughs> しかも無料ですしね。まあ、ありがたいことにね、やっぱ YouTube なんかは本当に動画何本撮っても今は制限ないので、ね、なんか、あの、僕が契約してるベメオってやつ、動画のやつは、8テラ、今僕、月額5000円で契約してるんですけど、年間6万ですね。で、上限決まってるんですよ、もう容量が。 動画のファイル容量が8テラなんですよね。8テラ以上アップできないんですよ。月5000円払ってるけれども。月5000円年間6万8000、あの、払ってるけど8テラバイトっていう上限ですね。まあ普通そうですよね。上限あるのは普通なんだけども、YouTube 上限今んところないですからね。鬼ですよね <laughs>。はい。いってらっしゃい。